はい、どうもボリュームゾットの花村です。今回ですね、ちょっとなんかね、僕の家の赤足が多いことを知っている人はいると思うんですけども、まあね、まさかと思うんですけど、この赤足を欲しいっていう人がいるのかなっていうことをちょっと疑問に思いまして、まあね、欲しいなら全然あげたいんですけども、まあ、そこでね、プレ企画をやるかどうかなんですよね。で、まあ、僕もね、まだね、一度も荷物を発送し、それですかね、まあ、1回、2回しか荷物を発送したことがなくて、ちょっとね、そういう面で自信がないんですけども、とりあえず、赤足クワガタのプレ企画をやってほしいかっていう面なんですけども、悪いんですが、まあ、プレ企画とは言ってもね、まあ、もちろん、プレ企画なんておまけはつきます、僕の中でね。で、そこでですね、まあ、送料はご負担になるんですけれども、赤足をまず欲しいかどうかっていうことを知りたいんですね。で、まあ、欲しいっていう人がいたなら、まあね、そのうちプレ企画をしようかなというふうに思うんですけれども、まあね、でも その際には僕もなかなかお金がないので、送料ご負担になります。で、そこでなんですけども、さすがにね、赤足だけじゃいらないっていう人もいると思うんで、そこでポリヘムスの幼虫とかもつけるかもしれないです。で、まあ、そういう面もひっくるめて、まあ、とりあえずプレ企画やってほしいっていう人がいたら、まあ、コメント欄でね、言っていただければ、嬉しいです。もしね、あのプレ企画の方は、まあ、やってほしいっていうことになりましたら、まあね、機会があればやらせていただこうかなというふうに思っております。で、まあ、何度も言いますが、送料はご負担でお願いします。はい、ってことで、やってほしい方はとりあえずコメント欄でね、お願いします。あとなんかね、この昆虫欲しいなっていうのがいましたら、まあ、お申し付けください。まあ、お申し付けくだされば、まあね、用意できるものっていうか、まあ、うちにあるものでね、まあ、限りはありますけれども、もしあげれるものがいたら、まあ、そちらもね、プラスであげたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。Twitter でね、ポリヘムスの花火やってますので、そちらでもよろしくお願いします。あ、そうだ、でも、プレ企画ですけども、もしかしたら、Twitter の方でやることになるかもしれませんし、あと、まあ、LINE の方でね、プレ企画をさせていただくかもしれませんけども、まあ、とりあえずね、いろいろな手段を用いてやろうと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。